マルセリーナは日本の競争馬。主な勝倉は2011年のオカショ賞。2013年のマーメイドステークス。ディープインパクト初年度3区の一頭で3区として初めての GI 競争勝利を達成した。場名の由来は女性の名前。2008年2月17日、北海道千歳市の八代大ファームにて生産。育成牧場時には動きの良さだけでなく。 自分の尻尾をかじれるほどに体の柔らかい馬と評価されていた。ヤシロダイレースホースが所有し、一口100万円を全40口、総額4000万円で募集された。ヤシロダイサラブレッドクラブの募集場カタログによると、肩回り、全部の筋肉は一歩踏み出すたびに、その良質さが手に取るようにわかるほど柔軟、馬体のレベルがかなり高い、バネを効かせた、歩み様から、 父譲りの瞬発力を秘めるとの売り文句が付された。当初は夏のデビューを目標とし、2010年7月24日、札幌競馬場に滞在していたが、調教中にキャンターの止め材にぬかるんだ馬場に足を取られてつまずき、両膝を地面に打ちつけた。診断の結果、3ヶ月の見舞い金、175万円が付与、されるほどの重傷を負い、一時は競争馬になることすら、 危ぶまれた。治療を受け、休養に入ったため、大幅にデビューが遅れることとなった。2歳2010年12月11日、阪神競馬場の新馬戦に、安藤勝美を背に、デビュー、単勝1.4倍の一番人気に応えて、勝利を挙げる。3歳一戦一勝のみながら、新山記念に出走し、レッドデイビス、オルフェーブルラに放された三着と頻馬では、再先着。 続いて出走した2月5日のエルフィンステークスでは2番人気に押され、1番人気のノーブルジュエリーを差し切って勝利した。ベース個人営は、デビューから続けて馬体重が減少していることを理由に、大歌賞までの期間を調整に当てることを決めた。当初、2011年のクラシック戦線は、前年の阪神ジュベナイルフィリーズと同年のチューリップ賞を制した、道馬屋のレブディソールが、 本命と評価されていたが、骨折のため大歌賞への出走が不可能となり、混戦模様となった。迎えた4月10日の大歌賞では、ホエールキャプチャに次ぐ、単勝3.8倍の2番人気に押される。レースでは、序盤に、外側の馬に寄られて内側へ閉じ込められたことにより、位置を下げざるを得ず、安藤が自分のミスだったが、馬の力で勝てたというくらい後方からの競馬となった。 ものの、直線に入ると狭い進路を割って突き抜け、ホエールキャプチャに4分の3馬審査をつけて優勝した。優秀牝馬では一番人気に押され、レースでは、いつも通り後方で待機し直線で大外から、追い上げてきたが、エリンコートの4着に終わった。秋は、ローズステークスから始動。福永雄一と、新たにコンビを組んだが折り合いを書いて6着。週刊賞では、 後方で足を溜めたが直線で伸びず7着に終わった。同レース終了後の10月20日、調教師の松田博士は、クリストフルメールとの新コンビで、マイルチャンピオンシップに向かうことを表明したが、クリストフルメールは、サプレザに帰場することから、10月27日には、安藤勝美との再コンビで、マイルチャンピオンシップに向かうことが、ヤシロ大サラブレッドクラブのホームページで発表された。 その後マイルチャンピオンシップ、自走の阪神カップともに、後方から追い上げるが、それぞれ6着、4着に終わった。4歳阪神カップ2012年は、阪神ヒンバステークスから、始動、レースでは、中段7.8番手からレースを進め直線で、外から猛追するが、逃げるクイーンズバーンを捉えきれず2着となった。ビクトリアマイルではそれまで GI を勝中と好調で、 起乗予定だった岩田光成が起乗停止になったため急遽田辺博信に乗り換わった。後方で待機し直線を追い上げてきたがホエールキャプチャの3着となった。6月3日の安田記念では疲労も回復せず見せ場なく17着に終わった。休養挟んだ不中品バステークスは上がり最速で追い上げるも最重量の金量が影響し5着。 マイルチャンピオンシップも途中まで前が詰まる。展開のため最後の直線で後方からメンバー最速の上がりで追い込むも十一着に敗れる。十二月二十四日の阪神カップでは直前の朝日杯フューチュリティステークスをロゴタイプで勝利し、校長のミルコデムーロが起乗予定であったが尿管結石を発症したため、急遽北村智和に乗り換わり、レースでは後方から追い上げるも、 直線で前方が開かず12着に敗れた。5歳、マーメイドステークス4月の阪神頻馬ステークスに出走するも6着に敗れ、ビクトリアマイルや KO ハイスプリングカップに登録するも賞金不足で除外。その後東京の名ステークスに出走し、最後を追い上げるも6着に敗れた。そして、マーメイドステークスは道中は中段から最後は逃げるアグネスワルツを差し切って、大歌賞以来。 約2年2ヶ月ぶりに優勝、重賞2勝目となった。その後は、惨敗が続き、11月10日のエリザベス王敗で15着となったのを最後に、11月14日付で JRA の競争馬登録を抹消、引退することとなった。引退後は、北海道千歳市の八代大ファームで繁殖品馬となる。2016年に生まれた。 ラストドラフトは2019年の形成敗を制している。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。